こんにちは、オーシャン東京ウエスト代表の出井直介です。今回はいつもと違ったお願いの動画になります。毎年行われているホットペッパーニューティーアワードなんですけれども、このコンテストは皆様の投票により順位が決まります。なのでぜひぜひ皆様に投票のお願いをしたく、今回この動画を作らせていただきました。最後までご覧ください。よろしくお願いします。今回僕がノミネートした作品はこちらです。プラチナウェーブウルフというスタイルとなっておりまして、人気の波巻きパーマを施したセンターパートのウルフスタイルです。日頃のサロンワークでもオーダーの多いスタイルとなっていますので、本当に思い入れの強いスタイルですし、このスタイルで本気で日本一位を目指しております。この作品にはすごい思い入れが、強い思い入れがあるので少しお話しさせていただきたいんですけれども、この作品のモデルを担当してくれた長島健くんっていうモデルさんなんですけど、中島健くんとは僕初めて中島健くんと出会ったのが、中島くん高校生の時だったんですけれども、お客様として僕が本店でスタイリストになりたての時にですね、オーシャン東京の本店でスタイリストになりたての時に中島くんが来てくれたのが一番最初の出会いです。そこからすごいイケメンだなと思って、いろいろ話していくうちに撮影をしようよってなって、中島くんと作品撮影スタイルをたくさん作らせてもらってたんですけれども、それまで僕スタイリストになってから全然自分の作品でオーダーっていうのがなかったんですね。自分の作品でオーダーがないっていうのは、高木さんが以前作ったかっこいいスタイルだったりとか、例えばそれとか雑誌の切り抜きだったりとか、テレビに出てるかっこいい芸能人の方の写真を持ってきてくれて、これにしてくださいっていう風にお客様からオーダーをいただくことがすごく多かったんですけれども、中島くんとスタイルを作るようになってから、そのスタイルをお客様が持ってきてくれて、出井さんがなんかこの間、インスタであげた、ツイッターであげた、このスタイルでお願いしますって言ってもらうことができたんですけど、初めて自分が作ったスタイルでお客様からオーダーをいただけたっていうのがすごい嬉しかったですし、それを一番最初に感じることができたモデルさんなので、すごくすごく思い入れが強いモデルさんなんですね。で、今はオーシャンの専属のオーシャンスターっていう専属モデルをやってくれてるんですけれども、初めての出会いから、まあ、結構な時間が経っちゃいましたけど、今こうやって最終選考に中島くんとのスタイルが、健くんとのスタイルが最終選考に残れたっていうのは本当に嬉しいですし、やっぱりこのチャンスを逃すわけにはいかないなと思ってるので、この中島健くんとのスタイルで僕は本気で日本一を目指しております。ここ最近は5年連続でこのコンテストでも日本トップ10っていうのに入らせてもらってたんですけれども、昨年に関しては6年ぶりですかね、このコンテストで予選敗退してしまいました。で、本当にすごい悔しい1年だったんですけれども、でもそのおかげで自分に何が足りなかったか、自分はもっとどうしなければいけなかったんだっていうのをすごくすごく考えることができたので、今となってはいい時間だったのかなと思いますし、こうやって1年ぶりにこの大会に最終選考としてノミネートして戻ってくることができてすごく光栄です。このコンテストでしっかり結果を出して、まだまだ自分はやらなきゃいけないこともありますし、まだまだ挑戦したいと思っているので、しっかり日本一を取って日本と関西の美容業界をもっともっと盛り上げたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆様からの投票お待ちしております。なお、投票期間につきましては12月1日金曜日から12月7日木曜日の23時59分までとなっております。この YouTube の概要欄より、そこの URL をクリックしていただければ投票ページに行けますので、ぜひぜひ僕のこのプラチナウェーブウルフのスタイルに投票をお願いいたします。最後まで全力で頑張りますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。本気で日本一頑張ります。